はい、まずねメンタルを変える方法として、はい、小さい成功を目指すっていうことですね小さい成功を目指す、うん、例えば今日の副式でいうとその呼吸でも3秒吸って、はい、吐くってのありましたよねはいあ気持ちよく吸えるようになったなそれで成功なんですよはい気分がいい、はい、で気分がいいともう一回やりたくなる、はい、やればやるほど繰り返してどんどん成長する はい、良い循環ですよね良い循環ですねでも悪いメンタルの人っていうのは結果を急いじゃうんですよ、はい、例えば「高い音出せるようになりたいんですよ」「じゃあまず腹式呼吸ちゃんとやろう」「いや今そんなのいいから」みたいな「はい、俺は高い音がとにかく」見てそういう風になっちゃうと「はい、じゃあまあそういうプログラムかやってみるやってみたできてないよね」そう言われた相手だって気分悪いでしょう。 はい、で「いや君に才能ないんじゃないやっぱり基礎がないからさ」どん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 やりたくなくなると思うんですよ。うん、そうですね。俺って才能ないのかいやそんなわけはないなんてでいろんな先生渡り歩いたり、はい、でも同じことやっぱり言われてああみたいなはいそうですね。俺向いいいいててなななんだとかはい、私ってやっやぱりダメなのみたいな、はい どん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 悪い循環になっていくじゃないですかうんそうですねそういう人ってね小さい成功を目指すこの考え方に変えるだけでうん、はい、まずあなたのメンタルと一つ大きく変わるんだっていうのは分かっていただけますかはい